わ、ボコボコしてる。そうです。これが、あ、綺麗ですよね、これ。うわ、めっちゃ力いる、これ。あ、そうなの。おじさん食ったか。うん、なんか、ぬめーと青いよな、これ。でも、こっちがダメだ、こっち白い。ちゃうな、やっぱり。で、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、それでですね、一旦出来上がってデニムが、でそこからエレベーターちょっと上に上がって、次上ではデザインとかその色の加工の方をやってるみたいで、さっき作ったデニムで色抜いてもらったりとか加工してもらう様子を、今から見ていきたいなと思います。加工するデニムっていうのは、先ほど仕上がった藤原さんが今持ってもらったこのデニムです。ここが今本社の4階になってまして、はい、それぞれあのお直しの方だったり、レザーの専門の職人さんだったり、デニムの加工とかリペアの専門の職人さんたちがいるフロアです。なるほど。なのでその加工専門の職人さんにこれからさっき作ったデニムを加工してもらおうと思います。なるほど。拓造さんにもできることをやってもらいます。はい、デニムのスペシャリスト、あーユーストラコンリペアのオチさん、こちらレザーのスペシャリスト、バスハラさん、お邪魔します。よろしくお願いします。お願いします。いや、すごい。初期付けは、はい、やってんのかな。ペイントの、そうです、そうです。実家たりおきさん、デニムの加工について説明をお願いします。僕が普段ここでやってることなんですけど、こういう生地、デニムの生地あると思うんですけど、はい、こういう素材をジリアさんに見せていただいて、うん、でその中から製品に使えそうというか相性の良さそうなものを準備して、そこから色出し、なるほど、までしていきます。色がじゃあこういう感じで抜けていくっていう。そうですね、で抜け感もそうなんですけど、この例えば縦のそのチラチラしたムラ感だとか、あとは触り心地、着心地とかその辺も含めて触ってもらったらもう違うと思います、ね。うん、そこを、チェックとか確認して、それからうちのデザイナーと共有して、で初めてこの製品が、デザイナーがこういうのにしたいみたいなイメージをこの状態から考えて具体化してくださる。つまりユーズド加工のデニムは落ちたりとか、じゃあ削ってみましょうか。はい、落ちたりお手本を見せていただいて、はい、まず通常の、順番というか、はい、進め方としては、まずこのフィギュアというか、はい、これ触ってもいい？大丈夫です、大丈夫です。わ、ボコボコしてる。そうですね、これが面白いですよね。まあ、要はこういうことですね。そうです、入れるんだ、まずに履かせてあげて、うんうん、なるほど、これでサンプルが出来上がれば、あとは PC とかに取り込んでレーザーでビーってやっていくみたいな、たまに見ようかな、そんな感じだな。大量生産、はい、メーカーさんとか、ね、工場さんもあります。レーザーの場合は、はい、これがなくても、うん、実際の古着だったりとか、うんうん、あとはその画像だったりのデータを入力して使うこともできるんですけど、うん、私たちはあえてというか、はい、手作業、あ、一本一本全部手作業で、そうです、はい、すごい、てっきりレーザービーってこうやってよくあるので、はい、出来上がってもんやとばっかり思ってたんですけど、一つ一つ手作業でやられてる。そうです、はい、実際これが中に入ってる状態です。スポンジですか。スポンジです。うわ、あ、もう出てきた。綺麗ですよね、これ。え、すごい。好きな人多いですよね。これ手作業やってると思わなかったですね。大手さんがもしかしたらやってるところもあるとは思うんですけど、うちはやっぱり国産手作業っていうところがこだわりを持っているので、はい。ああ、これができた。これがいわゆるヒゲって言って、うんうん、実際に生デニムを履いていた時にできるこういうところのシワ、うんうん、今この板と
落ちたの手で表現している力の入れ方とかによって全然違いますね。はい、はい、これはほんまスポンジみたいな感じでヤスリがついてる。そうですね、結構細かい目なんですね。使い分けますね、細かかったり粗めだったり。なんか木工の木削るやつとかより全然もっとツルツル、あんなザラザラしてない。じゃあ削っていきます。はい、あれ全然出てこない。うわ、めっちゃ力いるこれ。あ、そうなの。簡単に出てくるのって結構出てこない。全然硬い。でこう力をグッて入れるとやっぱり均一に出なかった。うわ、お前ここだけ白くなってますもんね。変なヒゲになってますもんね。こんなヒゲ絶対出ないですもんね。さっきの中井さんのテクニックもそうですけど、こっちの落ちたのやつも多分伝わりづらいんだろうけど、本当にすごい。多分一番今拓郎さんが分かって苦戦してると思います。もうすごいこっち青いよ全体的に。むずいぞみたいな。で力結構これ入れたけど、ポチさんのなんか綺麗に白くなってるけど、うん、そうそう、これ全然全部青い。うん、ポチさんが作ったかっこ、うん、なんかぬめーっと青いよなこれ。ぬめーとしてこれで修正できるんですか。修正できますよ。できるんですか。でちなみにもちろん正解は入ると思うんですけど、どういうところを意識して普段こう削ってはるというか色を出してはるんですか。できるだけ均等に出す、強弱をつけるというよりは、はい、その型自体に、はい、強弱がつくように作っているので、はい、その手の感覚で調整するというよりは、うん、同じ強さで、極力。これすごいのが今気づいたけど、うん、見る角度によって色違うね。あ、ですよね。今めちゃ嬉しかった。あの、こう見たら、うん、おつさんがやった方の方が白く見えるやんか。でもこっちから見ると。ああ、本当だ。でも俺やりすぎたもん、さっき。ああ、やってる時に。で、こっからこういう風に見ていったら、こっちのが白い、うんうんうん。で、こっちは白くないね。うんうん、でもこっち側から見たらこっち白い。あ、本当だ。デニムの性質です。そういう糸の縦糸の作りがこうなっているので、まあ、一方向から削れば削った方からは白く見えるんですよ。なるほど。逆から見るとこの影になっていて、あの本当はあの一定の力でいけば同じようには出るはずなんですけど、それがあの目で見えちゃうのでコントロールしようとしちゃうんですよね。なるほど。で結果色がブレたりとか、その色差ができたりとか。今回このパンツは若干細いので、はい、ここやってみません。ももとお尻の白くなる、はい、あの機械、はい、重たいので。あ、そうなんですね。これはデニム加工用の専門のサンダーっていうじゃないです。あ、じゃないんですね。世界のマキタ。あ、はいはいはい、なんて、木目出しとか木ですね。木の表面を整えたりとか、それをちょっと変えて、ブラシとかね、もったいないので、はい、僕が修正できるところまで、はい、もし仮に、はい、あの失敗 してやったらすると思う。修正できるところまでは、はい、削ってもらいたいなと。あ、はい、ことでございます。はい、後ろに引く感じですか。そうです。すげえ。さっきと同じで、はい、一回外してみると、はい、では、いきます。はい、僕どっちでしたっけ。こっちでしたっけ。そうです。僕がこっちの足で、はい、おっさんがこっちの足。はい、いきます。じゃん。あ、なんか綺麗なグラデーション。グラデーション、ザンって感じ。これさ、おつさんの方でさ、自分持ってるから分かんないけどさ、膝に行くにつれて濃くなっていってんねや、うん、膝にちょうど当たるにつれてこう濃くなっていってる感じだけど、俺のは
ここが一番濃いね、なんでか知らんけど、最初ここギュッてこう当たってるって後逃がしてるから、ここの当たってるここがやっぱ白なんだ。長さも違うしね。うん、違う、ここがいらんもんな。膝、膝小僧まで行っちゃったね。もうこんなとこ絶対いかんもんな。まあやっぱ一応こう自然に行くように、まあ、膝ぐらいまでまあ加工していこうっていうのが今やりはったんだから。そうです。全然考えてなかったもん、そんなこと。普通にこうやってただけやったから、どこに膝があるなんか考えてないし。ただなかなか初めて触って、はい、まっすぐまず削れないんですよ。へ、それじゃあちょっとかなり、まあ、かなりそのやつ好きなのその嬉しそうですね、感覚的に。あ、そうです、そのものを作ったりとか。そうですね。次じゃあこれが後ろってことですか。後ろもやる。そうです。へえ、すげえな。めちゃくちゃ意識してる。本当？めちゃくちゃ意識してる。お尻さんが全部。どうでしょう。どう？いや、なんか滑り台行った。うわあ、うまいな。ちゃうなやっぱり。ちなみにこれやったら何点ぐらいですか？点数。点数はやっぱり皆さん困りますね。これだってやっぱさ、ちゃんと座ったっていう跡が分かりますもんね。ここにないもんね、ここ。これなんなんやろな。せっかくあんだけ苦労してさ、作ったデニムがさ、こんな加工できたらどうするの。これはやばい。これはやばい。ちょっと膝ここにある。どこまでが当たるかが分かってないから、だいたいここは白いやろうなぐらいで、でパッて見てみたらやっぱり範囲が狭すぎるなっていう。でこれで全体的な色としてはもうちょっと薄くなるって感じですか。そうです。そこはちょっとおちさんにお任せして。なるほど。そしたらじゃあおちさんに仕上げてもらって、はい、まあ、完成するっていう。はい、そうです。なるほど。お願いしたいと思います。ぜひ。はい、すいません。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということでですね、今日一日、ジョングルの方、お世話になりました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。まあ、今日はずっと藤原さんが出張で来てもらって、で、小場所の中井さんがいろいろデニムのことをいっぱい教えてくれて、中井さんの上司の方の、佐々木さんにも最後出てもらって、まあ、ここで終わりたいなというふうに思います。デニムが僕は1時間半でできたんですけど、まあ、1時間であれば簡単にできるわけじゃなくて、いろんな下準備をやってもらったおかげでできたっていう感じになってくるんですよね。ほんまやったら1日2日3日ぐらいやっぱかかるもんです。作り方だともうかなり時間かかる。いや、ほんとにありがとうございます。先ほどもいろいろこう段取り組んでもらったりして、はい、ありがとうございました。じゃあ最後に、はい、プレゼントをお願いします。ぜひ。かわいい。めっちゃかわいい。超完全受注生産で作ってるんですけども、すいません。で、こちらの方がこのアーチで、はい、今日届きました。焼きごてで朝にメッセージを書いてきました。すいません。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。今回はですね、ジョングルさん全面協力でいろいろ撮影もさせてもらって、一日おらせてもらって、最後にこんな素敵なお土産までいただきました。本当にありがとうございました。ではですね、今日はまあここで終わりにしたいなというふうに思いますので、では見てもらってありがとうございました。ありがとうございました。